すでに YouTube で動画があれば s h a r e w i h で簡単にレクチャーにできます。まずは投稿ボタンをクリックします。レクチャーのタイトルを入力します。任意で画像を選択します。YouTube の自分の動画から埋め込みコードを取得して s h a r e w i t h の編集画面に貼り付けます。あとは好きなフォーマットで動画の説明を入れます。書式はスタイルが用意されてますので 制裁の良いレイアウトが簡単に作ることができます。次に、理解度チェックのボタンをクリックして、理解度チェックを作ります。 任意のものを選択する。任意のものをドロップボックスで選択する。ドラッグドロップ。ただの説明だけ。いろいろな方法が選択できます。これであなたの動画が CBT とか CAI と呼ばれるコンピューターの学習コンテンツに早変わりですね。うん